どっち先行くかやな。昭和な感じがして昭和感が溢れてますけども、ステージにライブもできる。今日は俺たちのライブに来てくれてありがとうみたいなこともできちゃう。龍馬の浜茶屋、もみあげならもうこちらで完璧だと。海ですよ。これ静かだ。今日穏やかやな。今日思ったより風ないな。このローカル感とたまりませんね。これいいっすね。すげえ絶景ですね。いやこんなんなかったよお前、こういう道あ、天気なかった多分今綺麗にしようだろうな。あーいいっすね、いいっすね。今日穏やかは風今日ないからいいな。たまに吹き荒れる日があるから。今日はいいですよ、めっちゃ穏やか。いいっすね。砂浜なんてそうそう来ないか。国民宿舎はお休みでございます。すごい、こっち側も晴れてほしいな。こっち側いい感じに青空出てるんだけど、欲しいな。海綺麗よ、めっちゃ透明度結構あるよ。お、神社みたいな白い鳥居がありますけども、展望台や。あれもこれ独占じゃないですかこれ我々だけの我々だけですよこれ。早鷹神社っていうのが分からんけど、いやいやいいっすね。こっちプライベートビーチやほらめっちゃ綺麗よな、海透き通っとるもん。髪がかってきた。あ、移動した船が。あ、結構寄るな船。いいね。渡墨神社。あ、あれとあれとまた違うんやな。
すごい濃い石があるな。なんか砂っていうか石や。小石が。このカールしてくる時の水の透明度がやっぱ全然違うわ。ほら全然綺麗や。あ、いいっすねこの透明度。全然違うわ。めっちゃ綺麗や。おーおお意外と来たな。お疲れ様ですよ。逆光逆光が龍馬さん。天気もあれだから、はい、これが桂浜でした。まあ大丈夫。二人で。はい。うまい。うん。これをつけて、あっ、おお、いいね。あ、いい感じ。